はい、どうも、私でございます。第3次スーパーロボット対戦縛りプレイ、続きですね、やっていきたいと思います。ガルマ、これ、コウジくんが必中でプレストファイヤー入れたら、あと残りわずかになると思うんで、ここを誰かで落としゃいいかなというふうに思ってるんですけど、やっぱこれだと必中とかないと無理っすね。アンブロでも全然当たんないんで、ブレストファイヤー1000ぐらい与えると思うんで。おい !300! いいね。イケメン。ガルマ相当なイケメンよ。えへん、はずれい。ビームサーベルでもどうなのかなぐらいだと思うんですけど。カイキャノン。もう全部覚えてるんですね、髪が。伸びしろがないのね、こっから。そうっすね。ちょっと待ってくださいね。145。当たったら落とせるんですよね。ちょっと幸運で当たるかどうかワンチャンいってみますか。当たらなくてもいいんで、当たったらラッキーぐらいな。当たったら一気にレベル上がるんで。一応そんな、ちょっと下心満載で。何パー ?57 か十分やないですか。いけ！よし、来た！いや、これめっちゃレベル上がるぞ。めちゃめちゃレベル上がりますよ。で、ディバイクルセイターズに栄光あれ！ジークジオン、あ、DC ってことなんで、これで。これでイケメンはいなくなったってことですか ?2200 っす。めちゃめちゃレベル上がりますね。ちょっと、ナミエさん、これ、渚さんがきついっすよね。血を落とせるやつというか、仕掛けれるとこは仕掛けていきましょうか。いけ！結構ダメージ与えれるようになってきてるんで、このビームライフルでも。正直、貝が落ちてもいいかなと思ってます、ネモとか。だったら。レコアさん。ちゃん、今、セイラさんがやばいっすね。ちょっと待ってくださいね。セイラさんがやばいんで。ゲッターで突っ込んでもいいっすけどね。正直。ゲッターに突っ込まして、で、ゲッタービーム入れて他のやつらで、とどめ刺すぐらいでいきましょうか。スーパーロボットをうまく使いたいんで。ゲッタービーム !1600 ぐらいめちゃめちゃ強いって。何の横さん。何のさん。ちゃんエマかなぁ。ちゃんエマで落とせますよね。落とせなかったら落とせなかったら別にいいですけど。そこか、うかつらしか言わないですからね。OK。うわーって言いますよね、きっと。切られたら。うわーって言って当たり前な気がしてるんですけど。2100か。突っ込んで、まあ、ハイメガランチャーでもいいんですけど、ちょっとエネルギーがね、消費が激しすぎるんで、うかつな。弱っ。まあ。くたばる。レディーになんてこと甘い。やっぱ口紅が若干エロいっすね。口紅が。B さん、そうっすね。ちょっとでもヒール入れときましょうか。もうイケメンガルマがいなくなったから、渚さんがいなくなって、まあ一応大丈夫っちゃ大丈夫かな。髪、63%！ あれ？あ、エリート兵だからってことか。そういうことか。ガルマとかシャアについてた護衛兵みたいな感じだから、能力が高いんすね。ちょっと見くびってましたわ。ドドリ屋さんに怒られるよ。見くびったら。見くびるなよ。っていう命ですからね。エラさん、根性入れとくか。落ちるかもしれないですけど。行けるとこは行っときますか。うかすな。みんなうかつすぎないですか、そう考えたら。こんだけうかつなうかつな言われたら。うかつすぎよ。いや、だいぶ楽になってますわ。正直。1話目と2話目が一番難しかったんじゃねえかなって、今んとこも。援軍マジかよ、聞いてねえよ、それは。おや、ちょっと遅かったようだね。ガルマのザビともあろうものが、こうも簡単にやれるとはね、シーマさん。と言ってもシャンは何やってんだい。ガルマのも、おもりをほったらかして、おかげでこっちはいい迷惑さね。さねえって、感じっすね、確かに。シーマ言うでたわ、ガラハウ。シーマからハーもエロいっすからね。悪女です。相当悪い女っすからね。シーマから。しかもめちゃめちゃエロいというね。劇画チックっすよね。083 は。ガンダムシリーズの中でも珍しいっすよね。劇画チックのタッチは。あ、ちょっとやばいかも、渚さん。渚さんやばいかもしんないっす、これ。4人来るんすよね。で、次も多分反撃してくるんすけど、あとは、回避3回か、2回避けないといけないですよね。28、そっかそっか。この、うわ、何してるよ。ビームサーベルだから、当たりやすいかなと思ってて、普通にやってたんですよ。ちょっと待って。渚さんまずいズイマール憲法これズイマール憲法だから、3分の1で落ちるやん。うわぁ危ねえこれズイマール憲法です、完全なる。マジかよ。14% 頼むぞ。14% 頼むぞ。よけよけ危ねえマジ危なかった。下のやつ来ないよね。ああ、よかったよかった。これで渚さんは、一命を取り留めましたね。いいぐらいの削り方になるのじゃないですか。ゲッタービームで。おお、やすけた。すげえ。ゲッター2。竜と竜じゃ全然違いますからね。竜ちゃん全然だから。やばいっすね。うわー。まあまあ3000あるから。全然 OK なんですけど。これもゲルググか。きつい。うわー。70何パーでしたよね。当てて欲しかったな。シーマもいるんですよね。シーマは、工事組んで必中で削って、そうね、紙もいるから。ちょっとホワイトベースは右上に上げて避難ですね。で、工事組んで。いや、500だけでもダメージ与えてくれたら、全然違う、でかい。タダダダーン。スナイパーも来ましたね、赤井さん。これ、シーマが来るとは思ってなかったなぁ。一応、根性入れて、ちょっとこいつら、どうだろう。こいつら、ビームサーベルあるんですよね。加速使って、逃げるか。これが落ちたら終わりですもんね。加速使って、一番遠いところまで逃げるか。で、コウジ君、そうっすね。コウジ君落ちたらしゃあないとして、シ死因までダメージを与えときますか、必中使って。必中使って届くよね。届くかちゃんと確認してからやらないといけないですね。エネルギーめっちゃ使うんで。ブレッドファイヤー。ガルバノンはレベル高いですね。そして小賢しいチーマっぽいな。いやー、もう正直多分落ちてもいいかな、落ちてもいいかなってのは言い過ぎかもしれないですけど、落ちても仕方ないかなっていうつもりでやってます。ちょっとここの舞台強すぎるわ。させるか。いやー、900ぐらいか。こいつらレベル全員高いんでね。こっちで移動はさせたくないっすね。渚さんがめちゃめちゃピンチなんですよね。ど根性とかあったかな。まあでも根性でいいか。さやかさんで回復してどれくらいっすけ、回復は。全然ですよね、多分。600か。パンも回復でいきたいですけどね。428か。レベル10回。多分ビームサーベルじゃないと当たんないんじゃないかなと思ってるんですけど、チャイまでいきますか。当たれ。当たるのは当然として落とさないと無理よ。一応ね、どれくらいダメージが入るかっていうのはある程度予測しながらやっているつもりではいるんですけど、これでもきついとこはきついですね。どうしようかな、これゲッタに任せますか。いやー、でもここシーマ、きついな。ほんときつい。セイラさん落ちてもいいかな。渚さんが落ちるのが一番つらいっすね。どう、ああ、まあまあまあ、まだいい、まだまだ大丈夫、全然大丈夫。全然大丈夫です。40か。アイペガランチャー結構使えますね。あいつら一体が多分来るんで、こっちの護衛に回すか。で、ゲッターも、ゲッター、そうっすね、832か。ハイパーバズーカが残り9ですよね。832か。830やったらビームライフルで落とせると思うんで、これで投げさん740です。大丈夫ですよね。よし。いや、気力も上がってるから。で、まだ回復させるか。渚さん、マジで落ちたら終わりですから。これ多分工事君を見捨てたのと一緒のことになりそうですけど。まあまあ、いいかな。それとも、どう来るかがわからないですけど。一応ゲッターズ飯田さんで、一応、攻めるだけ攻めときますか。ゲッタービーム。めっちゃ強い。この野郎。何の陽子さん。何の陽子さんしか言わないですよ。一応これで、まあだいぶ展開としては良くなってきてるんで。こいつはもう大丈夫ですね。いや、ゲッター強えわ。何の横さん。とうとうって。とうてって言いたくなるんですね。いや、まあいいんすけど、全然。全然いいんすけど。ちょっとでもレベル上がれば。そうね、コウジ君はもう、袋よ。コウジ君は袋ですわ、ここから。どこまで避けれるか。ホワイトベースを狙ってくるってわけではないってことですね。シーマからハウ。お、怖っ。言うとることが。イェーイ。ナイスっすわ。今のいつナイスですよ、これ。板垣さんくん。チャンサヤに来るんですね。800ぐらいですかね。600か。ミサイル発射。当たってほしいけどね。おっしゃ！今の当たるのでかいっすよ。まあ、ここら辺は避けて、コウジ君が生き残ってくれたら一番嬉しいですからね、そりゃ。あ、意外といける。あと2体ですよね。いや、これ生き残り確定かな。多分、ダメージ入れて500ぐらいだと思うんで。全然いけますわ。うわ、来た。セーブしてましたよね。いや、これレトロフリークの悪いとこっすわ。セーブしてたんで。セーブしてたんでよかったですけど。もう一回戻りですね、コウジ君のところから。ターン終了前にセーブしてたんでいいんですけどね。何回もこういうのなってますからね。これコンテ頼むで言っとくけど、さすがにそれはないとは思うんですよ。これはどっからだ。あー、なるほどね。終わってセーブしなかったんですけど、戻りかよ。うまいっすわ。必中で入れる前だったんですね、コウジ君が。もう一回必中って打ってないっすよね。これコウジ君が終わるかもなって言ってたってことですよね。ってことは1個セーブ前に戻るから、なるべくセーブは2回した方がいいってことですね。プレストワイヤー。そう、この戻し作業はしんどいっすね。観念しな。1300ですよね。この次は落ちるかもな、本当に。で、これは別追いかけてくるわけではないっていうのが分かったんで、根性入れて、多分追いかけてこないってことでいいんですよね。そうっすね。移動してビームサーベルでもバルカンでもいいかなってちょっと思いましたね。神湯やし。そうでもない、もしかしたら。神湯だったらめちゃくちゃ避けるかなと思ったんですけど。あ、でもそんな食らわない。マジンガーぐらいの走行じゃあるんじゃないですか。一応こうゲッターのゲッタービームで削りますよね。ターンが終わるとき2回セーブしないといけないですね。ゲッタービームでもうちょいなレベル6。なんでこいつレベル6なのって突っ込みたくなるんですよ。ゲッターに任そうかな、右下は。正直。レコアさんと、チャンエバ。レコアさんとチャンエマは、こっちに寄せるか。で、ここも、なぎたさんに任してもいいような気はしてるんですけどね。900か。やっぱレベルに応じて回復する量っていうのは決まってるんですよね。1400か。ってことは、ここでハイパーハンマー、ビームライフル入れて、で、食らったら食らったら最下さんでヒールで、低下さんで落とし合いそうね。エリート兵めっちゃ強え。さすがエリートよね。いやー、これセイラさん400削れないかもしれないですね。これはこれできついよ。一応ヒール入れますけど、落ちてもしゃあないと思ってやってるんで。90% か。どうですかね、当てるのは当然として、あし、危ねえ。危ないとこやで、これ。くそ、海君がやべえ。一応、言っときますか。チャンネルもね。いけー！おっしゃ！いいやないですか、チャンネルもね。チャンかい、これ。これで全員移動動いたんですよね。で、さっきみたいなことがあったら嫌だから、ターン終わるときに絶対2回、セーブするとき2回セーブしとかないといけないですね。一番最後のセーブは解除されるってことな気がするんで。ここはもうゲッターと飯田さんで全然いけるんで。避けるのは何のしか言わないのかな。塔。何のか、塔っす。何の塔って省エネしすぎじゃないですかね。セリフ。売れる気がない声優さんか、大御所の声優さんみたいな感じになってないですかね。まあいいんですけど。あとここですわ。いやー大事ですね、ここ。避けるか避けないかで、落ちる落ちないなんで。これはベイアースね、確かに。コウジ君が落ちるかもな。それでも、それはそれでしょうがないかな。コウジ君が落ちたら落ちたで。修理費が高かろうがお金はめちゃめちゃありますから。お金でも使い道なんてないから。全然修理費用に当てていいでしょ。ですよね。まあ、無理でしょう。さすがに。どこまで粘れるかよ。4人とも、工事君に来るんで、全部 44% とかですよね。33% か。あまり期待しないようにします。って言ってたらこんなんで避けてくるんで、ちょっと期待しちゃうやん。そんなんなったら期待しちゃうやん。めっちゃ連射。なんのトマホークバイルメランっていう感じで、確かスーパーロー対戦 F とかで言うてた気がします。発音として。まあ、こうね、万が一ですよ。ここ避けたとしても次ビームサーベルで突っ込んでくるんで。おお！マジっすか？ジーマーですか？受けます。あ、生き残ったコウジ君が生き残りました。これでかいぞ。これはでかいで。さすが。神優秀っすわ。させるか！神の優秀具合がやばいっす。これで生き残りですね。やった。やったじゃーんじゃないですか。どうすかね、ど根性入れるか、シーマにもうブレストファイヤー売ってないんすよね、確か。必中も使えないのか。戦艦に戻してもいいし、まあ、正直やられてもいいかなと思ってるんですけどね。これトマホークブーメラン投げときますか、とりあえず。トマホークブーメラン強い。トマホークのブーメラン強いですからね。あとはここ1400か。ここら辺はいたぶりますか。戦力を分担させるっていうのはやっぱあんまりいいもんではないですね、正直。強え。言うっすよね、815か。安室さん熱血使ってスナイパー落としたいっすね。それか、アムロでゲルググ攻撃するっていうのもありですかね。アムロさんが1200っすよね。ファで落とすか。ここは。ファで落としますわ。そうか！大丈夫だよね。よし。あんま80何パーとか期待してないというか当てにしてないんですよ。当たらないこと多いんで。ララララン。ちょっと、さやかさんもきついですから。こっちにさやかさん持ってくるか。これ、ホワイトベース、逃がした方がいいっすよね。ホワイトベースが落ちたら終わりなんで、まあ、ここら辺何体も落とされることになるかもしれないですけど、1300か。ちゃんえはだいぶ根性ですね。まあいけるだけ落としていきましょうか、手前から。うかつな当たる確率が70何パーで微妙になってきてるんですけどね。こんなもん400か。これは亀で落とすか。熱血熱いっすね。熱血は熱いな。だけど当たるとは限らないっすからね。そういった幸運、ようこういうことするか。命中率はこっちの方が高いんですね。じゃあこっちでいくか。当たるでしょ言うて。神家にガンキャノンいいっすね。多分相当削られてやられるとは思うんですけど、メガランチャー打って工事君をどうしますかね。53%かですよね。53%って当たんないよね。そー、猫。くそー。美人に騙されてる気がするな。コウジ君、離脱させるか。落ちてもしゃあないということで。このライフルマン強いんすよね、確か。ボスとかじゃないですよね、確か。OK ですね、人工知能。あ、違う！スナイパー強いんすよ。これ食らったら。甘い。危ね。一応2回しときます。もうビビっとるで、セーブに。こっちは貝か。やっぱ名前で選んでんでしょうね。竜とか、ハヤトとか、貝とかに攻撃が集中するようにセッティングされてんじゃないですかね、プログラミングで。一応神湯もね、ここ当たったらもう全部回避になっちゃうんで、あー危ない。うかつな。当たるでしょ。マジかよ、当たらないんだよ。くそ、当たるでしょって言ったら当たらないんだよって、ちょっとシーマさんと会話ができましたよ。まあ、コウジ君は落ちてもしゃあない。まあ、でも、それだったら攻撃したらよかったな。正直、攻撃しに行った方がよかったっすね。これは。なんか無駄ですね。攻撃すればよかったな。まあ、避けてるんでいいんですけど。いや、この神湯の。ああ、そうか、もう、ないんすもんね、HP が。うわ、最悪だ。ああ、まあでもしょうがないか。相手エリート兵だし。神湯のデビュー戦だったんですけど。無様に散られた。ゲッター戻して。ああ、そうか、ダイヤなんか帰ってきてくれたから、修理入れれるのが、これはちょっとでかいっすね。600だけど。一応、高視力ビーム入れときますか。ちょっと待ってくださいね。1400、1600か。ちょっとこっちに戦力を集中させないと無理っすね。さすがに。シーマを誰で倒すかよね、問題は。これでどうだ。当たっても、うわ、落ちた。やられちまったい。やられちまったいでした。しまった。悪いが後は任せる。いや、相当頑張ってもらったんで、大丈夫っすよ。あとは。13か、レベルは ?8 か。もここ、あ、渚さん右下に持っていきたいっすね。右下に持って、左下か。渚持っていきたいな。わ、カイキャノンと、わ、くそ、セイラさんとファに任すか。セイラさんとファでビームサーベル入れたら勝てると思うんで。くそ、やられるの。ゲッターローンもいるから、ゲッターが左下のシーマに間に合えば全然余裕だと思うんで。よし、これでもうやられはしないと思うんで。直撃。あとはファに任せます。で、落とせるでしょ。ドゥンドゥンドゥン。そこね、めっちゃ可愛いわ、ファー。あ、可愛すぎないですか。タラララまではいけなかったですね、さすがに。498か。当たるかな。ビームサーベルでいくか。もしかしたらマーク2も落とされるかもしれないですけど、それはそれでいいっすわ。落とされてなんぼよ。なかなかこんな戦い方をスーパーロボット対戦でするってことないですけどね。このエリートベイがほんとやっかい。マジで。マジでエリート兵が厄介ですわ。そうか、ど根性しかないのか。でもど根性入れて、ここでビームサーベルがいいかな。もったいないですけど、めちゃめちゃもったいないのは重々承知ではあるのですが、このこいつは兵士なんですね。あ、エリート兵と兵士だとこんなにも能力が違うんですね。まだまだやる生きがい、意気込みはよし。では、しかし相手がひよっこではなってガトー少佐が言ってた気がします。確か。1を2回します。終わるときには。8か。これね、10ターンになったときに戻らない。まあ、でもあと2ターンで落とせるかな。くらいシャンエは、きつっ。そうか。オッケーですね。あと2人シーマとエリート兵だと思うんで、攻撃してきて、チャンエマ回避を選択しますよね、きっと。こっちは狙えるのか。45% か。甘いんだよ。おいおい、オッケーオッケーオッケー。浮かすな、当てろ猫は当たらないんだよ。待てはまた会話が成立しました。また会話が成立しました。当たらないんだよ。こっちは当たるんかい。こっちは当たるんかい。マジかよ。 G マーですかこれ。ですよね。このままじゃいかんなんですよね。このままじゃいかんっていうのは分かっとるんすよ。このままじゃいかんを。このままじゃいかんは分かってるんですけどね。ちょっと加速が欲しいっすね。一回ゲッター2になります。これ一回一回やんないといけないという地獄なんですけど、多分あれですよね、スキップできないですよね。これは絶対に見ないといけないんですよね。絶対こうならんけどね。何がどうなったらこうなるのかよくわからないですけど。でもまあね、男の子の夢ですから。変身ロボは。あれ、加速ないのか。加速がないのか。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、こう入れて、加速がないんですね。そうでしたか。一応、3もします。加速はなかったっすけ。3にすることはほぼないんですけどね。武蔵さんの方にすることは。このドヤ顔ね。なかなかこんな自信に満ち溢れてる顔できないっすよね。自信に満ち溢れてますから、武蔵さんは。あった、よかった。加速して、で、一中使って、で、熱血入れて、で、これで、ゲッター1っすね。こうなったら入ってる、こうなったら一応全部の静止コマンド量が使ってるっていうことでいいんですよね、一応で合ってるはずなんですよ、考え方としてはおそらく。多分ですよ。あ、OK ですね。キッチンも使ってて、これでここは落とせて2100か。こっち落とせるか問題はあるんですけど。まあいいっすわ。とりあえずシーマさえ落としてしまえば。シーマさえ落としてしまえば手前の落とせると思うんで、エタビーム。まさかこの私がシーマさんもうちょっと可愛くてエロいから、このシャミ取り直した方がいいと思いますけどね、マジで。もっと可愛くてエロいから絶対取り直した方がいいっすよ。しまったな、熱血がないですよね。しまったなぁ。ビームライフルかな、当たるかな。当てないとダメですよね。ああ、当てなら OK ですね。2100を落とせるかよ。レコアさん次第になりますね。こんなもの。コアさんのハイパーメガ粒子砲次第、ハイメガキャノン次第になりましたけど、さやかさん当たるのか、当てれるのかな。あー、さやかさんの攻撃がもし当たったら、いや一応狙いますわ。これ落とせなかったらもうリーブに近いんですよね。えい来い、よし。でこれでビームサーベルで落とせるでしょう、ゼータの442なんで、ゼータのビームサーベルで落とせるでしょう。450落とせるでしょう、落とせるでしょう。落とせるでしょ。落とせの方泣きますよ。それ当たらないと話にならないんで、当たらないと。来い、おし危ねえ。あといった余裕があったような気はしますけど、一応これで顔面クリアでしょ。いや、きつかったー。危ねえ。よし、予定時間までに片付いたようだな。大気圏突入準備に入る。前期帰還せよ。大気圏突入カウントダウン開始。10秒前。クラウかわいい。これにで地球に帰ってきたってことですね。お金はね、アホなほどあるから全然大丈夫です。一応これでなんとか5話目までクリアしましたね。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。ちょっとね、セーブのところはちょっといろいろあったりして、まだ5話目なんでね、あと33話あるんですか。ちょっとね、いろんな苦労が出てきそうですが、頑張ってクリアしていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。